田辺瑠衣、石飛エリカの帝王大附属高校潜入部。鬼川夏役の田辺瑠衣です。はい、東方優希役の石飛エリカです。この番組はアプリゲーム六本木サディスティックナイトの魅力を余すところなくお伝えするため、私たちがその世界観に潜入し、より深いところにあるその楽しさの真髄をお伝えしていこうという番組になっております。はい、チャンネル登録をして、さらに通知をオンにして、皆さん見逃さないように楽しんでください。いよいよボイスドラマ第2弾の台本が上がりまして、制作に入っている。嬉しい。そうなんですが、東方先生は出るんですよね。出るでしょ。出るってマネージャーから聞いてます。マネージャーから聞いてる。東方先生キャラソンあるのかな。私だってあると思って準備してるんだけど。毎日妄想してるよ。キャラソン歌いたいっていうことですよね。歌いたいです。ということで、はい、これからあるゲームをして、できたら、はいはい、東方優輝のキャラソンを作ることにしましょう。題して、ナイト音楽ジュエル。これにかかってるってこと、私がキャラソン出せるかどうか。はい、ということで、はい、六本木サディスティックナイトはこれまで4曲をリリースしております。六本木サディスティックナイト、うん、インコエイトライト、はい、そして鬼川夏のソロ曲、うん、世界に拳を突き上げろ、弓永春のソロ曲、雨のち七色の未来の4曲です。爽やかなやつだよね。今回はですね、うん、これを題材にしたクイズを出しますので、石飛ちゃんが答えられたら、うん、東方優希のキャラソンを出しましょうって。クイズってさ、歌詞当てみたいな感じじゃないですか。ということで正解なので、もちろん曲は聴いてるんだけど、うん、いざ歌詞をさ、ここの部分なんでしょうとか言われて、絶対確かにね、部分部分で言われるとね、難しいものあるんですよ、うん、でも田辺氏歌ってるってことだよね。田辺氏パーフェクトだよね。歌ってる曲は大丈夫なんだけど、答えくださいよなんで私出題者なのに答えくれないんですか一緒に考えましょうってことですよね。一心同体じゃん。なんかおかしいぞ頑張る、やっていきますか。じゃあ第1問目、はい、六本木サディスティックナイト歌い出し、あーふんふんふんなほど輝いてる、なんだっけ。わかるよ、1個目はいける気がする。書いてみる、うん、画面越しにしか見てないけど絶対違うよそれ。え、ほんと違う。あれ今ね、絶対画面越しに見てる人たちみんなびっくりしたよ。え、違う。違うよ。じゃあヒントヒントヒント、うん、私の状態で感じ取って、字見てるでしょ合ってる合ってる、うん、私は頑張ってるんだよ。その田辺氏がすごすぎて何も入ってこんのよ。あ、だからでもすごいってことだよえ、じゃあちなみにそこじゃないところはわかる。都会かっこほにゃららの最初、それ最初でしょ、うん、最初はふーんってなっててじゃあ、うん、次はその次、うん、都会かっこ都会がもううーみたいな丸丸丸丸だから4文字でネオンとか近かった。頭文字 OK だって。じ1個目の頭はき、もう言っていいですかね、漢字2文字なの。それはわかるじゃあ書けよ。もう2文字目2文字目2文字目、狂気なほどだじゃあ漢字で書いていただいてもいいですか。今日大きなほど狂気。それ強気だよ4文字の方、字で始まってものなんだよ。ネオンとかそういう印象を表してるの。この形を感じて。これ何何4文字目ル、ルのルのジュエルだ。おわ、言われるとわかるね、うん、ジュエルのざわめきということで、はい、いい感じですよ。次の問題こちらです。ほにゃららほにゃららで触らないでよ5文字、うん、あ、聞いたな。大人たちに言ってもらってるから、あ、わかった。あ、わかったの、ちょっと一回聞いてみる。汚い手で。イスタミちゃん、ホタル、やったです。これで晴れて人々ちゃんキャラソンが決まったということで、うん、素敵なキャラソンがきっと出来上がることでしょう以上、ナイト音楽ジュエルでした。ではここで六本木サディスティックナイトのいろんな告知をしちゃいますよ。アプリ六本木サディスティックナイトでは3月14日よりナイトジュエルクイーンイベントを開催中です。新カードは倉重みずき、おかゆをふうふうしてくれるみずき、優しいですね。ぜひイベントに参加して限定カードをゲットしてください。先生、お待たせしました、はい、本編
シナリオシーズン3第5章の配信が決定しました。ということで今回のメインキャラクターは、うん、大場美里、うん、チームの前に現れるあの男、そして持ちかけられるゲーム、うん、美里の過去やあるキャラクターの衝撃の事実も発覚。2022年春配信予定です。お楽しみに。6周年ということで、六本木サディスティックナイトを夏、春、美里、あずさで歌った六本木サディスティックナイトナイトジュエルバージョン、川村由美さんが歌う挿入歌インコエイトライトを含むキャラクターソング CD 六本木サディスティックナイトはアニメイトほか全国の CD ショップおよび Amazon ほかネットショップにて絶賛発売中です。 CD の封入特典には MR 夏がもらえるかもしれないシリアルコードがついてきます。5枚で MR 夏が確定します。初回を手に入れられるように Amazon でポチってくださいね。はい、ますますパワーアップして展開していく六本木サディスティックナイトをこれからもよろしくお願いします。はい、この田辺瑠衣石飛エリカの慶応大附属高校転入部は次回は3月23日配信です。チャンネル登録をして通知をオンにして絶対に見てくださいね。じゃあ先生、また来てねー。